え？何？テキサス？うん、ゴラスとか言って。待って。お疲れ様です。お疲れ様です。誰か分かりますか？分かるわけねえだろみたいな。分かりません。で、テキサスです。テキサス？ゴラス。本物？あ、ですよね。分かんないですけど。テキサスももう一回出たいんじゃないの、うん、え、だけどさ、で一応昨日打診しておきました。もう一回やろうとしてるっていう情報を、うん、方々で掴んだのでやらせんじゃねって言ってあれね、ね、テキサスってさ、うん、あれもともとさあの、うん、なんだっけさ、あの、あれあれ小山台だよね、テキサス小山台です、お前。え、違う、あれ金子健君の後輩なんですよ、うん、え、いなかった、うん、あ、そうです、あ、そにいて、クビになったでしょ、はい、そしたら、俺ほらさ、後輩がさ、うん、今もう頭かなんかやっててさ、あ、テキサスって知ってますよって、 あいつはもうあのクビになったっすよって、それを辞めさせられて、うん、今違うとこ拾ってもらったでしょ。で、だけど YouTube もう出すなっつって言ってるでしょ、多分。そうだ、それで絶対っていうのは別なんですよ、うん、でしょ。あ、なんか分かんないですけど、うん、の中の多分は、はい、でもまたちょっと違うんです、うん、で、その「っていうのを引き継ぐために、その親分はなんか養子に入ったんですよね、うん、で、そこに行っついてるみたいな、うん、みたいな感じです。そのあれですか、一族、うんうん、支配みたいな感じで、ここの地場、地元はみたいな感じにしてるんですか、うん、ヤクザが、うん、で、それを引き継ぐのに、うん、なんかその親分もなんかどっかを辞めて、ここの、あの、養子になれみたいな、うん、養子にならないとつが、あの、ヤクザ継がせないぞみたいな感じで行ったみたいな感じで、の連絡来たんだ、全国で。テキサス 2,3 人ヤクザの人が電話かけてくれて、テキサスのこと教えますとか言ってすごいね。はい、あれこれだよ、俺の仕事の写真ばっかりだよ。テキサスの動画どこ行った？で、自分は小原会長とか佐々木さんとかそういうこまごましたそういうことは聞かないんで、うんうん、組織とかなんか失礼じゃないですか、トラブルに巻き込むみたいな、うんうん、そういうのはしないんですよ。だけどとりあえずちょっとうざくないですかみたいな、うん、あのテキサスみたいな感じですけど、これがさ、うん、あの、あ、そうですね。